ましたね。取ったんですが直接泡立てないでつけましたよね。ダメなんですか。はい、シャンプー剤は手のひらで泡立てる、手に取ったシャンプー剤はこのように両手でしっかり泡立ててから髪につけることが大事。そうだ、めんどくさいからといってこのひと手間を省くと、シャンプーが髪や頭皮全体に行き渡らないため洗いムラができ、その部分に皮脂が残ってしまいます。それが毛穴の詰まる原因に。そして2つ目の間違いは、頭の上から下へと洗っている。この髪の毛の洗い方、洗う時の大切なところは下から上に洗ってください。結構みんな上からわーってやってるイメージありますけど、なんで下から上？まず一つは洗い方のこう下から上に上がってくることによって、はい、しっかりとリフトアップ効果もあるんですよ。はい、髪の毛には洗う順番がある。これは知らんわ。年齢とともに重力で垂れてしまった頭皮をリフトアップするため、重要なのが下から上へとマッサージしながら洗っていくこと。まずは耳の上から頭頂部にかけて指の腹で頭皮をマッサージするように洗っていきましょう。続いて生え際から頭頂部にかけて洗います。そして最後に襟足からつむじに向かって洗うようにしてください。この順番で頭をマッサージしながら洗うことにより頭皮のたるみが解消され、リフトアップ効果にもつながります。そして3つ目の間違いは、髪についた泡を流し終えたところで進むのをやめた。吸い出るお時間が短すぎる。泡はもう全部なくなってるんで、それはもう全部落ちてるってでしょ、と思いますよね。すすぎ洗いはシャンプーの倍の時間で、すすぎ洗いはシャンプーで洗った時の2倍の時間をかけるイメージで丁寧にすすぎましょう。実は見た目で洗い流されたように見えるシャンプー剤も、洗った時間の倍かけて流さないと頭皮には残ってしまう場合が。その残ったシャンプー剤が毛穴の詰まる原因に。この正しい髪の洗い方で皆さんもぜひ健康な頭皮を手に入れてください。